はい、こんにちは、ちちゃです。今回はモンハンの新作アプリモンスターハンターライダーズが発表されましたのでご紹介したいと思います。こちらは iOS や Android などスマホでプレイできるゲームです。公式ホームページによりますと、配信開始は今年の冬と記載はありますが、アップストアで2月の29日と表示されているので、2月の29日に配信が開始されるかと思います。このアプリ、従来のモンハン通り、リオレウスとかラキアクルスとかも出てくるんですけど、物語の舞台は人とモンスターが共生するフェルジア大陸とのことで、世界観としては従来のハンターがモンスターを倒すモンハンというより、人がモンスターにライドしてライダーとしてモンスターと戦ったり共に生きたりするモンスターハンターストーリーズに近い感じだと思います。さらにコマンドバトルとのことなんで、アクションゲームではありません。そしてライダーたちがこちらです。ウルクスス装備でしょ、そしてラギアクルス装備も、いろんな装備のライダーがいるみたいです。単純に過去作の装備見れるのは嬉しいですよね。ゲームの内容としましては、モンハンおなじみのモンスターたちと個性派揃いのライダーたちを集めて育てて組み合わせて自分だけのパーティーを編成しクエストに挑もうとのことで、ライダーっていうのがモンスターに乗ってモンスターを刺激して戦う人のことなんですけど、それらの方々とモンスターを集めるとのことなんですが、これ見てください。こちら iPhone の画面です。レベルとスタミナがありますよね。このスタミナ、時間やアイテムで回復するんですかね。で、これジェムっぽいのありますよね。多分ですけど、これ課金要素じゃないかなと思います。そしてこのゼニーがゲーム内マネーで、この肉球マークがオトモン団子じゃないかなと思うんですけど、これでリオレウスなどのモンスターを刺激してゲットするんじゃないかなと思います。わかんないですけどね。これらの情報から予想できるゲームの内容としては、スタミナを消費してクエストに行けて、その報酬でレベルが上がったりとか、あとモンスターとかライダーとかもドロップしたりはすると思うんですけど、レアなライダーとかモンスターはやっぱりガチャなのかなという予感はちょっとします。スマホゲームなんでね、課金要素は絶対あると思いますけど、ただ普通のスマホゲームでもそうなんですが、無課金でもチケットとか配布されて、それを集めてガチャを回したりとかはできるんじゃないかなと思います。従来のモンハンとはかなり内容の差はありそうですが、ラギアクルス、ロアルドロス、ウルクススも出るみたいなんで、彼らに会いたいですし、とりあえず無料なんで私は始めてみようかなと思います。モンスターハンターライダーズ、現在事前登録受付中で、事前登録が10万人突破で、オトモンライダーレベルアップ素材セットが20万人突破で、リオレイヤの卵が1つもらえるそうです。これはどのぐらいのアイテムかはわからないんですが、とりあえずもらっておきたいですよね。事前登録の方法は3つあります。1つ目の登録方法は各スマートフォンで登録する方法です。 iPhone の場合は App Store で予約注文、Android の場合は Google Play で事前登録をすることで事前登録完了となります。事前登録の方法2つ目が Twitter による事前登録です。そして2つ目が Twitter による事前登録です。こちらはモンスターハンターライダーズの公式 Twitter をフォローすることで完了となるそうです。これ Twitter やってる人だと楽ですよね。そして最後3つ目、公式 LINE アカウントによる事前登録です。こちらもすごい簡単なんですけど、モンスターハンターライダーズ公式 LINE アカウントに友達登録をするだけで完了します。全部方法としてはそんな手間もかからないですし、ぜひね、皆さんも事前登録していただければと思います。Twitter とかやってる方だったら Twitter フォローするだけなんで簡単ですよね。ついでに私の Twitter もフォローお願いします。モンスターハンターライダーズ、次回の新情報は2月の7日だそうなんで、事前予約して次の情報を待ちたいと思います。皆さんはこのアプリダウンロードしますか？よかったらコメントで教えてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。